次やります。待ってよ。スマホの方が画質いい。ほんと。じゃあこっちからやろうか。待ってね、でもこれ切り替えるの難しいんだよね。落ちそう。怖い。落ちそう。めっちゃ落ちそうなんだけど。よっしゃ。それではランキング読んで終わりたいと思います。お、お誕生日なの？たくや、お誕生日おめでとう。おめでとう。一緒に素敵な一年にしようね。いや、それでは、壇上を読んでいきたいと思います。壇上読みます。第13位、レンジ。第12位、アツシ。そして11位、フーク。そして10位、カメレオンさん。そして9位、コイチさん。そして8位、アクタさん。そして7位、リョーピョン。そして6位、ハチロカとケンジーさん。そして5位、ショウヤ。そして4位、ヒデポン。そして3位、ショウヤ。あったかいしか。生きることはペダルを踏み続けること。はい。そして2位が G。 そして1位がトートーでした。ありがとうございました。パチ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 するよ。ありがとうございました。見てるよ、コメント。じーって今コメント見てる。ありがとう。最後コメントくれた方のお名前を読もうかな。つくしさん、ふとしさん、もっぴーさん、りょうぴょん、よっしー、あつし、すーちゃん、にこにーさん、のぶのぼっちん。早すぎて読めない。やばい、早すぎて読めない。やばい、やばい、やばい、早すぎて読めない。ごめん、早すぎて読めなかった。わー、たかちゃん、ペータさん、しんじさん、レンネ、あくたさん、ジョックロックさん、ぎゅうたさん、あさっちさん、こいちさん、あー、ゆいさん、ありがとう。ありがとう、最近フォローしてます。ありがとうございます。最後、スクショタイムしたらいいよ。じゃあ、スクショタイムして終わろっか。よーい。スタート。よっ。はい、ね、ありがとうございました。あとですね、そう、今日ね、ノーウェイマンのあのカップリング選抜が発表されたんですけど、あの STU からアンダー16選抜にみゆみゆさんと岩田ひなさんと石田千穂さんと一岡由美さんと、アンダー19選抜に藪下風さんと、あとマイキューと、それから大人選抜にコッコさんが選ばれて、 STU からめっちゃたくさんの方が選ばれて、それで